美女10人で10日間サバイバル生活。10キロ太れるのか、ロケ前日と、ここでカメラに気づき、ちょっとメイク直したいということで10分から15分時間くださいと、はい、しばし考え、ナスは今の状況を理解した。そろそろ本業に戻らないとね。面白い番組を作って面白い人を世に出すのが自分の仕事なので、そろそろ本業に戻ろうかなと。本来はディレクター業務という。そうです。かぶり意味ですよ。今言い切ってから喋った方がいいと思います。喋りスーパーがごちゃごちゃってないでしょ今のプロですよね。そうね、うん、そもそも所詮出るプロじゃないんでね。自分は数々の面白い番組を作って視聴者の方に届けるっていうのが自分の仕事なんで、そろそろ本業に戻ろうかなと、そろそろ本業に戻ろうかなと思っております。出る気満々ですね。なんで眼鏡を取ってそろそろ本業に戻ろうと思っておりますと言いつつ、ちょっと待って、あっち出る気満々ですねインスタなんでね。すごい顔作ってましたねクラウドカフェの店員さんがインスタ見てますと、はい、知ってますその人ありがとうな一応インスタグラムもやってますからね。出る気満々ですねオスカーの8名さんって、不思議発見の人やね。すごいやっぱいっぱい出てるな。長くやってるとプロやな。尊敬できる人たちなんですよね。自分たちが持っていないこう出演するっていう部分もしっかりできるっていうかね。このオーディション、自分は20人とかしか見てないですけど、そのオーディションの中にもしかしたら時代のスターがいるかもしれませんよ。すごいこう出たいんですよこうやって話してるオーディションの最中ってのはまあディレクターになってますね、完全にね。こういうディレクターでやってる時にこっちにふざけて何かするってやっぱできないんですよ。こういうオーディションでこう質問とかするにあたってなんかこう気をつけてるとか、こういうことを聞くとかなんかあるんですかと思って、人をこう見る上で。正直言ってその企画の中に入った時に、その人が自分たちが企画している内容ですよねに対してどういう動きができるかっていうことだけ集中して聞いてます。それ以外は聞いてないですね。スターさんのことはほとんど聞かないです。何人兄弟ですかとかそういうのないです。多分若者がやっているオーディションって見えてないんですよ。この子を知りたいになっちゃってるんですよ。聞いてる内容多分全く違うんですよ。テレビって絶対こう視聴者不特定多数人数多いんで、ファンが見てるわけじゃなくて、ファンじゃない人も見るのがテレビなんで、この人をどうやって何をしてもらったら視聴者の人がこの人の魅力に気づくんだろうとか、この人もっと潜在的に魅力あるけど、どういうふうに撮影したりどういうことをしてもらったらもっと魅力が大きくなるかっていうのを見てはいます。これ仕方ないんです。男性はね見た目ひっくり返せるけど、女性はやっぱりある程度見た目で決まるところもあるんで、例えば森三中ってやっぱ可愛いんですよ。本物って可愛らしいんですよ、あの3人とも。やっぱりだから人気になるんですよ。女性って見た目やっぱ重要なのは重要ですよね。自分もここに座っている女性、まあ、男性もそうですに対して好きやなとか友達になりたいなとか、そんな気持ちは本当にゼロです。この画面で自分が切ったフレーム、このフレームの中の出演者に対して愛情があったり恋をしたりするで、このカメラに収まるその人に愛情を持ちたいと割り切ってます。で彼女たちもそのカメラの前で演じるプロだから、今はちみるさんがちょっとメイク直したいって言ったのは撮影されるからですよ。されなきゃまあまあすっぴんできてます、絶対。まあだからよく演者とかには「冷たいっすね」とかは言われます。本当は「どうもどうも」ってやってるんですけど、私興味ないですよねとかも散々今まで言われました。まあないんです。これオーディションじゃないんで、もうこの人出るって決まってるんで、また話違いますけどね。今回はこういうことやりますってちゃんと言っとかないと後々帰っちゃったりすると困るんで、ただ危ないよなっていう、こういうことを素人がやると事故とかね。今日もだから甲斐さんから「どうもやるくん!」って「明日のロケだけどね現場に看護師つけなきゃダメだよ」って電話がかかってきたんですよ。逆なんですよ。現場に看護師いなきゃいけない現場なんて存在しないんですよ。もう2週間もロケ行って、現場に看護師でサプリ持ってその連れていくなよって話なんです。そんな危ないとこに逆になって、発想が逆になっちゃうとテレビと当たんないです。当てよう当てようとすると当たんない、話題にしようしようとするとならない。ちゃんと丁寧に丁寧にシンクって面白いものを作ろうとしていたら、それが話題になる。逆になっちゃったんですよ。テレビが悪くなってっちゃう、この話。深いです。もう24年やってます。もう24年やってますからね。うん、そんな出たい。25年だ。ああ、25アニバーサリーだ。25年やっていてこんなに見えない番組ないんですよ。本音はね。こんなにどうしていいかわからない番組って初めてなんですよ。とここで久しぶりの再会。おはようございます。あ、お久しぶりです。お久しぶりです。祝います。そうだ。お久しぶりです。そうだ。ちょっと太りましたね。え？太りました。太りました。もうみんなに言われます。もうこんなに。今井さんとは過去伊豆大島で昆虫だけを食べるサバイバル生活を行った経験があった。今井さんか。この後このオーディションによって別企画の挑戦者が決定。偶然か必然か、ナスはこの時あることを考えていた。10人目の挑戦者がやってきた。ナスに大ヤバいバーを探せ。オーディション1日目、3人の挑戦者が決定。ここからはすでに企画は決まっている中行われたヤバい大型オーディションの2日目、3日目を完全公開。ヤバいスタッフと一緒にあなたなら誰を採用したいか、そして最終的に誰が選ばれたのか予想しながらご覧ください。2日目3日目は57人が参加。その結果1人の挑戦者が誕生する。威圧と結構高飛車でやらせてもらって相づちを結構大事にしてるんですけど、なんかこう自分がこう意図して言ってることで相づち返事が少しでも違うかったら、まあ、その人にはもう二度とチャンスはもう訪れるんですよね。イエローカードないですね。すぐレッドで。すぐレッドカード。彼氏が今まで一人しかできたことないんですけど、その彼氏が結構よくって、なんか一緒にこうテレビ見てた時にガッキーが出て、アラガキーが出てて、なんかこう GU かなんかの CM でこうスカートをこうひらひらってして、ガッキーのゆろりんみたいな感じで言ってて。私の鶴のゆるりんとガッキーのゆるりんどっちが可愛い？当たり前ガッキーやろ。あ、これはこれコントの始まりやなと思って、で何回も続けてたんですよ。これガッキーのゆるりんと鶴のゆるりんどっちがいい？ガッキーやろ。34回した時に私台所走って包丁出して「ガッキーのゆるりんと鶴のゆるりんどっちがやねん」みたいな。その彼氏は「うわやめてくれ」みたいな「怖い」みたいな。あ、鶴ですとかってそれで言ってくれて、私はもう拍手を送りましたね。このコントがちゃんと成立したという。私あと潔癖なんですよ。まあ、便器に押し付けれないとかいうレベルぐらいなんですけど、だからその空気椅子で投げつけるというか、なんかこう投げつけるやばいスタッフの評価は5点。特技が女装で、最近人力車の女装1グランプリで優勝しました。でもノーグソとかノーションがしていいのであれば全然、はい、全然完璧ではないですね。はい、ウォシュレットだったら嬉しいなってすごいあります、はい、評価は0点。心配なとこはアイドルグループ 3GA の才川紬です。特技は鶏の卵を産むモノマネをすることです。60回ぐらいできます。よろしくお願いします。だからこの自分で産んだ卵を実測自給みたいな感じで。自給自足です。あ、そうです。いろんな格好を今まで宇宙人以外の豚とかやってきたんですけど、その度にあまり触れないでおこうっていう声がかすかに聞こえます。普通にココイチの10辛とかだったら美味しく食べれる、はい、北極も全然食べれます。アイドルですけど、アイドル以上の枠を超えてできます。体張れます。評価4点。 I never be able to give up on you, so neverこの間タイに遠征で行ってきたんですけど、これが虫なんですけど、ちょっと食べるっていう動画なんで早くにって感じですかね、わかんない。なんか生の内臓とかも多分食えます。お父さんアザラシの内臓生で食べれるんで、多分その血があるんで大丈夫ですなんか困ったら何でも食うぞでお願いしますこれなんですけど、これ髪の毛のヘアジェルなんですけど飲めるんですよ飲めるんですよそれ何ですか？あ、これ髪の毛を整えるジェル。中身入れ替えてないですいいですか？匂いとか嗅ぎます。あ、すごい匂いで、なんか美味しそうだなって思ってで、そんな味は確かに甘いとかしょっぱいはないんですけど、この間新しいなんかお客さん来てくれて「小学生かと思った!」って言ってまあでも若く見られることはなんか長く生きてる感じしていいなと思って制服着れたり、このヤバそうなアイドルヤバいスタッフたちの評価はちょっと昨日お風呂入って満点耳が本当に柔らかくてもう折れるんですよ。うわ、どんだけやっても痛くなくて、言ってもらったタイミングで開けます。3、2、1っていうのが一発ギャグですこれが耳バーンって言って今ちょっと流行らせようとしてもともと田舎住んでたので虫も大丈夫です。カタツムリここに乗せて小学3年生の時とかによく一人でいたんで大丈夫だと思います、はい、評価0点。コースターです。ワイドワイドワイドワキャウシワイド。私 TikTok をしているんですけど、普通に動画撮っただけなのに誹謗中傷のコメントが100件ぐらい来て、顔が怖いとか、あと顔がブサイクっていうコメントが一番多かったですはい。だからメンタルは結構強いんですよ私。なのでそういうメンタルの強さを0点していこうかと。一番苦手なものなんですか？虫が嫌いとかいう人もいるんですけど。でも虫でも唯一嫌いなのがセミが嫌いです。あ、そうそう。食べろって言われたら。まあ食べれます。飛ぶのが嫌いなだけで。評価0点。お酒とか飲まれます？すごいこの話はナイーブで、私がお酒をやめられなくってずっとダイエットしようって言われてて、でなんか。アイドルってストレスがすごくて終電までなんですよね、うちの事務所って。終電までリハーサルとかがあって毎日あるんですよ、劇場のライブが。それがなんかすごい休みもなくってメンタル的にすごい大変で、お家帰ったらなんか食べるっていうよりはすごいお酒飲んじゃって。で顔をむくんで、次の日って「お前なんでまた痩せないんだ」って繰り返して、だからやばいスタッフ涙に爆笑評価は3点。イケメンイケメンイケメンプロリーちゃんお願いします。それではちょっと自己 PR 考えます。宅建とか、そうなんです、なんかいろいろ持たれてるのは、そうなんです、いい話が舞い込むと本気になっちゃう習性でして、とある不動産の社長の知人に宅建持ってたら2020年までにボロ儲けできるよって言われて、マジ頑張りますって言って4ヶ月で取ったんです。暗記力めっちゃあるんですよね。結構なんか変なやつとかいるじゃないですか、結構数字覚えちゃうみたいな、もう多分あれぐらい多分あると思うんですよ自分の中で。あと中国語喋れるんですよ、それも暗記じゃないですか。なんかそれも中国はこれから来るからめっちゃ儲けてるよって言われてよっしゃーってやりますって言って、NG なことですか、下ネタ評価7点。芸歴は10ヶ月です。もともとのお仕事は一級建築士持ってまして、建築の仕事をしてました。芸人さんで食えてるんですか？学校に通ってるだけで、はい、全然食べられてないです。今サラリーマンを続けながら。いや、バイトしてます。はい、建築事務所です。違う、普通のバイトです。何やってるんですか？コールセンターです。評価0点。僕のヤバいアピールは糞尿以外何でも食べれることです。足がめちゃめちゃ速くて目がめちゃめちゃいいです。お願いします。アフリカ行ったことあるんですか？一度もないです。ああ、アフリカの国はウガンダです。ウガンダなんですね。お母さんは日本人で、はい、武蔵境に。あれサバイバルセールは得意ですか？あ、もう全然大丈夫です。チャリでは大阪まで行こうとした時に全然野宿とかしてて、ちっちゃい子アリとか本当に食べてたんで、フリスクみたいに食べてました。評価2点。その生活っていうの、友達とかしてちゃダメですか？友達っていうと、普通に仲のいい友達なんですけど、一人が寂しいからダメかなと思いまして。あ、一人ぽっちはきつい。一人ぽっちは嫌です。友達はどういう友達なんですか？本当に同じ似たようなタイプとか、真逆のパリピみたいな人とか。あ、パリピもいるんだ。全身タトゥー人間とかもいたりとか。評価0点。いっぱいいますね。僕4月末に3年半お付き合いしてた彼女と結婚したんですけども、10月中に離婚してしまいまして、理由っていうのも、まあ、お金がないし、まあ、売れる見込みもないし、お金のない生活が嫌だということで、まあ、出て行かれてしまいまして、結婚式も決まってたんですけど、去年結婚式も急にキャンセルされちゃって、ハワイでやる予定だったんですけど、航空券だけ持ってるんで、一人でハワイ行ってホノルルマラソン走って来たんです。評価0点。バイトされたことがないんですか？そうですね、29歳なんですけど、まあ裕福な家庭に生まれた、バイトをする機会がなくて、少しだけやらせてもらったの、この前のプールの監視っていう、まあその子供を見守るっていうその責任は当然重いとして、仕事自体はとても簡単なんですね。その気温を測るぐらいの、どんな社会的な適合者でもできると言われていて、だからやれって言われてやったんですけど、そうですね、ちょっと僕はその仕事中に子供に対してちょっと激高してしまってダメでし、そこから呼ばれてないです。評価0点。レスリング強いんですか？はい、レスリング強いですね。高校3年間だけなんですけど、一応全国大会は3つ出てます。東京、あ、都大会も優勝されてるんですか？都大会、はい、優勝してます。結構楽勝で優勝しました。あ、そうなんですか。はい。評価2点。モノマネができるんですね。これちょっと、はい、モノマネ少しだけですけど、ひざまひあがれって似てます。評価1点。そうなんですね。意外とその食にそんなに興味がないので、割とまあまずいものでも食えるかなっていう。ああ、しいたけとかです。しいたけは普通にでも食いますよね。あれはもう食えないですよ。やばいスタッフ大受けも0点。はじめまして、秋田県秋田市出身の木杉祐介と申します。極度の女好きではあるんですけれども、僕ちょっとこういう見た目でちょっと女好きそうには見えないって言われるんですけど、実はこう裏ではやることやってたりして、周りからこう結構ステルスヤリチンっていうふうに言われてます。数えてはないんですけど、大体トータル的に言うと3桁は普通にいってるかとは思いますね。はい、基本ノリがいいバカっぽい子はいけるな。評価1点。レッスルワン所属のプロレスラーはじめです。自己 PR ってどういう？あ、体力とか。ああ、はい。今顎を折ってて、顎を折ってここずれて、再来週に手術します。評価0点。じゃあ座っていただいて。曲がりくねた道の先に待っているいくつもの小さな光。どうですか、逆にサバイバル生活してくれっていう番組が来たら。その LA に行ってたんですけど、なんか買い物とかする時英語で喋るじゃないですか。で、英語がその当時喋れなくて留学してたんですけど、なんかそこサバイバルって感じでした。無人島生活とかできそうですか？多分、まあ Wi-Fi さえあれば2点大丈夫私たちの一発ギャグご覧ください。火事、はあ、どうしようよ、どうしよう、燃えてる、燃えてる、父ついてやだ失敗からのごめんなさい私は、ラーメン替え玉11玉達成したり、つけ麺1キロ完食、あと 1.5 キロのお米と500グラムの海鮮丼、20分で完食しました。2キロ20分はい1食で3合ぐらいのお米は食べれますけども、痩せたら周りに可愛くなるはずって言われることが多かったんで、一回痩せてみようと思って105キロから3ヶ月ダイエットをして75まで一回落として、じゃあ可愛いって言われるのかなと思ったら、痩せたらブスが目立ってしまってすごいブスいじりをされるようになって、1ヶ月でもう15キロぐらい戻しました階段を話すお仕事も来ますし、あとは何ですかね、その、まあ、ライブもありますし、僕は幽霊を呼ぶ音っていうのを持ってるんですよ。一番怖い心霊スポットってどこなんですか？どうもー、関西カバレーでーす。私の名前はあれ、きたぎったんでーす。そして天野舞です。ずこー。舞ちゃん、なんでそんなことすんの？いや、ため息つくだし、なんじゃい柔軟じゃい、ああ揺れすぎて柔らかくなっちゃったよー、どっぴゃーちょ、可愛すぎる女芸人第8位なの。何人中？12人中なんですけど、回なんですけど。やるばあにはせよ、チャンネルイルモンサラムキッタララホニだー。オーディション800ハゴシップスミラーイエーイ、オーディション合格したいです意外と運動できます。私勝ったことないです、まいちゃんに運動神経系で。バドミントンと卓球なんですけど、両道県大会とかは全然行ってた。そうですね、子供を見ると狂ったように喜ぶって言われますよく。犬とかね、犬とか子供がすごい好きで、一人で運動会とか見に行っちゃうんですけど、知らない人もやばいスタッフに大ハマり。ホリプロから参りました山下陽子、23歳です。ミスコーチ大になった時も、実は私大学3年生の時にも一度出てて、その時はグランプリになれなかったんですよ。出た動機が結構周りから可愛いって言われるんですよ、自分で言うのもなんですけど、その可愛いっていうのがどれぐらい通用するのかなと思って大学3年生の時に出て、それでグランプリ取れなくて悔しくて、何が何でも可愛いと言わせてみせようと思って、大学4年の時にあんまり大きな声では言えないんですけど、組織票を集めてきてそれでグランプリを取ったというのがあるので、割と手段は選ばないかもしれないですで割とZIP はそういうなんだろう、朝の番組っていうのもあって、こうおしとやかで。清潔みたいな形で売ってるんですけど、そうじゃないねみたいなのも持ってるので、そういうのをこうも出していきたいな。やばいスタッフは美女に弱いどうもー、風脇と村田でさつきです。お願いします。頑張ります。笑わせたい、はい、笑いたい、うん、今日は皆さん依存し合いましょう。やばない怖いこと言うなよ、やめなさい。すみません、お願いします。頑張ります。76億人いると言われているこの地球で、はい、本日ムネタまでたどり着いたあなたたちをムネタは評価します。やかましない偉そうなことばっかり言うなよ。すみません、お願いします。頑張ります。人間に与えられて、はい、猿に与えられなかったもの、うん、それは笑うということです。あ、なんか聞いたことありません、それは。さあ、うん、証明するのです。あなたたちが猿ではないということ。やばないなんでそんなに笑いを強要するのというの、やめなさい。すみません、お願いします。頑張ります。この中にグレタのこと知ってるよって人、手を挙げてもらって。掴みならないどんだけ掴みやの、短めにって言われたのに。やめなさいよ。お酒を飲まないとやっぱり始まらないんで、お酒を飲んでからスタートなんで、まず飲むところから始めます。飲み始めたらその日は永遠に飲めるぐらいな感じですけど、まあ、次の日はもう死にますけど、その最近年なのかすぐ吐くんですよ、寝て起きて。あ、ごめんなさい、なんか普通の話をしてる。評価は2人とも3点。人の懐にきっと入っていくのはまあ好きかなっていうのは、ハワイでいろんな人に1ドルずつもらうみたいなのはして、まあ結局20ドルぐらい、20人ぐらいから1ドルずつおばあちゃんからもらいましたね。それは企画ですか？いやいやいや、個人的にです。評価1点。そうですね、藤井21です。料理芸人、クックパッド芸人として活動してます。基本的に普段料理しかしてないです、ほぼほぼ。料理数が1000以上、ネタは0です。3年前ぐらいに R1 に僕出てるんですけど、それが最後なんですよ。ネギとこんにゃくを使ったネタをやったんですけど、会場中とあと舞台がすげえくせえとクレームが入りまして今ザリガニが中国で一大ムーブメント来てて、マックよりザリガニ料理の店多くて、もうめっちゃうまいです。中国では一般的なこれがベーシックな味付けのザリガニですね。ちょっとなんかピリッとしてる感じですよね。で出るのはもちろんですけど、裏方のなんか相談とか、あ、フーディー的なこととか相談とかもできるんですかね。裏方採用のため1点。一応野球選手になりたくて、まあでも高校の時に両膝を運動しすぎて骨が取れる病気になっちゃって、で骨取れちゃってプロ野球選手無理かなと思っちゃって、でその時にハマってたのがお笑いで、ピカルの出入りとかそういうネタ番組見て、まあ、元気もらってたんで、僕もまあ笑をかせたいなと思って、そうですね、芸人になろうかなと思いましたね。季節外れの花火打ち上げんぞー、シャカ。あ評価0点。サンミュージックプロダクションのののこです。よろちちお願いいたします。私の武器はこの K カップを使ってプロレスをやっていたりします。よろちちお願いいたします。プルプル。評価1点。はい、失礼いたします。豚骨ラーメン、替え玉9玉が最高だと思います。虫がとか苦手とか？ああ、特に全然大丈夫ですね。はい。虫食べれますか？虫多分いけると思います。何でも食べれるんで僕は。すごいあれですか、本当にしっかりとした受け答え。あ、本当ですか？ありがとうございます。評価0点。的確な。プロダクション人力車のいかちゃんです。よろしくお願いします。元気いっぱい頑張ります。お願いします。はい。実家が魚屋さんなんですけど、なんで家ですごいぶり大根食べさせてもらってて、魚大好きです。なんか調理師免許も一応持ってるので、なんかちょっとした魚だったらさばけるので、自分でなんか料理したりとかもします。でもそれを自分がやってみんなに見てもらえるのもいいなってすごい。なんかやってみたいなと思う。絶対 NG。あ、うん、あんまりちょっと霜が苦手なので、あっちの歯だけはまだこうやってやってしまうかもしれないんですけど、こっちの歯だけはちょっとびっくりするかもしれない。だいぶはい、ちょっとって感じです。一気にバクって食べるよりかは、もうなんかずーっとっていう。ずっとちょっとずつなんかあればこう動いちゃうみたいな、つまんじゃうみたいな方なんで、ちょっとずつ体重の方も上がってきておるんですけども評価4点ですけど、なんか借金があるっていうのを聞いたんですけど。そうですね、120万ですね。事務所に入るのになんか20万必要だったんで、それをちょっと借りちゃって、そっからまあ引っ越し代とかでどんどん積み重なって120に。なって、まあ、消費者金融が90万なんですけど、30万相方に借りてまして困ったら解散を匂わせて「もう買えるかもしれない」って言ったら大口の5万とか言うんですけどおねえショートコント、月旅行ねえ、私も月に連れてってくれるって言ったじゃない。なんで一人で行っちゃうの？私も一緒に行きたい。私は一人じゃ死んじゃうウサギなの。月で餅つき、私もついて、前がざわざわ合力です。ランチンチンパークされされはい、ボケるから突っ込んでちょっと今日男の人ばっかりちょっと恥ずかしくてごめんなさい。走ることはめっちゃ好きで、そうですね、なんかこう走ってましたね。なんかそういう施設みたいなところにいたんですよ。ちょっとポップな番組なのでごめんなさい。何かしら走らされて、なんか大会とかめっちゃ送り込まれるんですよ。暗いこんな番組じゃない。そんな話すつもりじゃなかったです。R1 とかにも出る。あ、そうですね。R1 も今年がもう3回戦で赤です。去年が準々決勝とか一回準決は行くんですけど、他までは私だけ残るんですけど、もう行かない。そっからやだ。やばいスタッフ。おねえ好きなのか。評価4点。私がですね、どんな歌でもセクシーに踊れるっていう特技がありまして、どんぐりころころどんぐりこ、お池にはまってさ大変、土壌が出てきてこんにちは、坊ちゃん一緒に遊びましょう。おじいちゃんが自分で建てたなんかプレハブみたいな家に住んでたんですけど、で貧乏で本当食べるものがなくて、その常に学校帰りと学校行く道は雑草食べながら帰ったり、隣の家の犬の餌を食ったりしてました。バイトは今までやったけどやめちゃった。そうですね、もうマジで100ぐらいやってるんじゃないでしょうかね。一番最短だと行かない。評価2人とも2点。実家が亡くなってしまって、その父親が株の先物取引で失敗をしてマンションを売ってしまったので、実家がなくて、まあ、一家離散みたいな感じになって、僕はとりあえずお金もないので、まあ、池袋の方に。一体何の話をしているのか。評価0点。小中芸能から参りました小野島です。顔赤とパン体ドラム缶持田腰井くんです。はい、駆け抜けてケイトラです。お願いします。よろしくお願いします。お金がもうちょっと足りなくなってしまって、コンビニのそういうお弁当とか買うのにもクレジットカードでリボ払いで決済してるんですよ。はい、だからもうそのリボの仕組みを全く分かっていないので、はい、もう今はもう自分で何を食べたか覚えていないお弁当のこう利子を払い続けている。君は君らしく生きることをだ。その世界を濡れてても始まらない。ですねいのかサレマジョイティです。結構浜口さんにすごい可愛がってもらってて、結構番組とか何でもかんでもすごい全部呼んでもらってて、そこをやっぱ恩を返したいと言いますか、はい、その気持ちもやっぱありますので、そこをこう自分は受け継ぎたい、松竹芸能で受け継ぎたいっていう思いがあります。女ですけど男みたいなもんです。はい。評価は2人とも高得点。そうですね、南米の、パラグアイとボリビアでプロのサッカー選手を、計8年間やってました。はい、やっぱサポーターの、ね、人もこう荒くて、練習中シンナー吸いながら僕らにこう指示飛ばしてるんですよ。どういうチームだこれと思って。えい、プレッションなカラホ、プレッションな、えい。練習帰りの時にちょっと夜遅くなっちゃったんですけど、でもそしたらなんか。角の方に小太りのおっちゃんが俺ずっと見ながら立ってるんですよ。通り過ぎる瞬間に股間から銃取り出して「うわマジかよ」と思って手挙げて、でも結構銃それ突きつけられたの多分その時で4回目ぐらいになんですよ。お金と携帯を渡せば全然問題ないんで、もうすぐ渡したんですよ。そしたら急に後ろからめちゃくちゃ押されたんですよ、ドンって。そしたらそいつの仲間が俺の腰を背中に刺したんですよ。そしたらデブのやつが最初僕の銃突きつけてきたやつがそいつに向かって「バカ野郎なんで刺したんだよ」って「お金と携帯を出さなかったら刺せって言っただろ」って「いやちょっと暗くて見えなかった」「いやちょっとごめんな」って言って「あと頑張ってくれ」ってどっか行っちゃったんですよ。でももうフラフラになって家帰ってもう病院行く気力もなかったんで、とりあえず寝たんですよ。そしたらかさぶたになって治ってたっていう。やばいスタッフの評価は4点。絡まれやすいとかあったりして、歌舞伎町とかで歩いてたらキャッチーの人がなんか声かけてきて「おーい!」って言って、なんかみんな仲間のキャッチ集めて、なんか僕のこと急に胴上げし始めてそのまま無料案内所に連れてくれたんですよ評価2点と0点。一回インドのダージリンっていう、そこはまあインドなんですけど、ダージリンっていう町におる時に僕40度ぐらい熱出したんですよ、うん、そのタイミングでダージリンってそのインドっていう国から独立したいっていう感が持ったところで、はい、町中がストライキ始めるってなって、だからもう全部閉まったんですよ。でも40度熱ある、どうしようってなって、もう飯も食えないじゃないですか、うん、もう彼女にもなんとかマンゴーをもいできてくれ言って。近所マンゴーだけはもう生えてるんで、薬局だけはなんかもぐりのところみたいなところが空いてたんで、そこのもうダンダンってして、なんかクッキーだけクッキーとマンゴーで4日間ぐらい生活して、はい、スト終わったぐらいで医者に来てもらってなんとかなったみたいな話なんですけど、はい。評価2点。死にかけたというか、メラニン色素のお裾分け。一人で喋って一人で笑ってるって言われますね、はいいたずらでシールを貼られて、いやちょっとずっと今日一日シールついてたわってなって、パッて見たらそれがちょうどKinKiKidsで、そっからファンになって、はい、中学校の時バレーボールの先生がもう結構なスパルタの人なんで、もう一本今フラッシュバーなんですけど、すごい勢いで殴られて飛んでっちゃったっていうのが身体と精神の強さは身についたかなと思って生きております、はい、評価3点。愛を込めて花束を大げさだけど受け取って、理由なんて聞かないでよね。今一人暮らしなんですけど、ぬいぐるみっていうか、まあ、僕としては家族なんですけど、家帰ってきて「あ、今寝てる」ってなってこっそり近づいていてバッてやって「あー」ってなって「おかえり」ってなって、こういう感じで始まって、まあ、そこからもうずっと喋っていくっていうスタイルです友達はどんぐらい？友達もあんまりいなくて。この前仕事もたまたまなくて6連休ぐらいあったんですけども、ずっと2人で会話をして過ごしておりました評価0点。どうもお願いします。どうもお願いします。とりあえず高校生の時にヒッチハイクして、埼玉が地元なんですけど、埼玉から京都までヒッチハイクしてたりとかもあるんで、体力には自信があります。お返しします。ありがとうございます。みたいなのを。テリビア入りました。テリビア入りました。ピンヤンケタダリインディンオブジョイトイ。疲れたな、そうだ、泊まりに挨拶行こう、ピンポンピンポン、よろしくお願いいたします。はわざわざ挨拶ありがとう、これからよろしくね。隣人オブジョイトイ、段ボールを元気に潰すというのがあったので、すみません、頑丈なの持ってきてしまいましたまあ前からでもいけるっていうゴキブリ丼を僕が食うみたいな時間があって、これはもう食い物としての虫ですって言われれば全然食べ物っていうのがあればいけます。名前の由来は何なんですか？は地元は岩手県滝沢村という村でして、僕は隣の盛岡市って岩手県盛岡市の学校に通ってて、まあ、村から来てるんで村民って呼ばれてたんで、そのまま有名にしました評価3点。昔クソ貧乏だった時代がありまして、5歳で父が蒸発しちゃいまして、他人の家の3畳の物置に高3まで暮らしてました。食べ物は公園の雑草でした。こういう時はこんなものが食べれたとかあるんですか？本当に初期のの時はもう食べられなかったですけど、ちょっとこう小学校高学年とかになってくるとお米だけは出るようになったんですよ、ご飯だけ。それとあと赤いきつねうどんを崩してご飯炊くと炊き込みご飯になるんですよ。でその揚げが目つぶって食べると肉感があってレッドライスって名付けてるんですけど、ママがで走って市場とかなった時にそれをママが奮発して作ってくれて。初めて食べた時も度肝抜かれた食べ物とかあるんですか？いくら美女に弱いヤバいスタッフ満点。スタミナパンと申します。ソニーミュージックアーティストに所属しております。アピールとしましては、僕は借金が700万ほどありまして、18金チャットサイトでアルバイトしてます。よろしくお願いします。溢れた感情は単純にこぼれる涙、はい、もう恋なんてしないなんて言わないよ絶対。牧原の歌には5点。体力面はめちゃ自信あります。ほぼ寝ずに活動できる。バイトで鳥貴族に2時まで働いて、そこから朝の3時から弁当やってまた鳥貴族するみたいな。いつ寝るんですか？もう寝ないです。で寝だめができるタイプ。寝だめできるタイプです。そうですね。虫もちょっと僕は食べたいなっていうのもあって、虫めちゃめちゃ好きなんですよ。子供の小学校の頃ゴキブリ僕手で捕まえる唯一の小学生だったんですクラスで出たら僕は違うクラスにも派遣されてゴキブリを捕まえに行って外に投げてクラスでゴキブリ話に大受け。食べるのも高得点。この時すでに企画は決まっていたが、今後男性の出演もあるため予定通りオーディションの続行。今回の企画、それは美女10人が10日間サバイバル生活をし10キロ太れるのかというものだが、すでにある問題が発生していた。実はこの1ヶ月前からヤバいスタッフたちが現場ロケ班を行っていたのだが、1ヶ月で探してきたのは1箇所。しかもそこは食材がほとんどない山奥だった。そのためロケ開始を2週間延期。急遽ロケ班に再び行ってもらったが、結果ヤバいスタッフがロケ現場に決定したのは最初に見つけた食材のない山奥だった。これはヤバいということで、急遽ナス D がそのことには触れず、ロケがうまくいくように出演者にちゃんと説明することになった。2日目3日目のオーディションを受け、挑戦者に選ばれたのはこの一人だった。おはようございます。よろしくお願いします。仮面女子のくるみそらです。お願いします。よろしくお願いします。で、10日間やるにあたって、ちょっとどういうルールかちゃんと説明しといた方がいいかなっていうので、お願いします。10日間なんで。今お気持ちどうですか？いや、もうめちゃめちゃ嬉しいんですけど、もうちょっとヘアジェル飲んだ時点で勝ったなとはちょっと思ってます。自信満々で帰りました、あの日は。ヘアジェル美味しいんですか？いや、美味しくはないんですけど、食えるなという、そういう感じ。今日いつも食べてるんですか？ヘア汁はちょっと盛ったんですけど、花セレブってあるじゃないですか。それを醤油で焼いて食べるの美味しいです。なんか不安とか怖いなとかは大丈夫です。めちゃめちゃ楽しみです。早く明日でも行きたい。楽しみです。結構興味はもともとめちゃめちゃありますね。なんか実は動画でこれとか関係なくずっとサバイバル系の動画をめちゃめちゃ見てて好きで、それでなんとなくわかるかなとか、石を置いたら鉄板になるだとか、なんかそういうのの知識はちょっとはあります10日間で10人の女性でじゃあ10キロ太るっていうのがルールなんですよ、みんなで。はい。へえ、そうなんです。1人1キロ太れば本当はいい話なんです。はい。あとお風呂ないって聞いたんですけど、はい、お風呂はできるように用意してはいて、あ、そうなんです。入ろうとするとバーから水を50リッターとか持ってきて、はいはいはい、だからもうほとんど10日間取られてる状態になると思うんですよ。はい。トイレはさすがにもう全く触れられないと思うんで、面白いく映りたいんで、はい、演技じゃないんですけど、はい、全然その辺でしようかなとか思ってるんですけど、はい、それはその喋りは使えると思うんですよ。してとことか、あ、取れない、ね、取れないです。もちろんトイレに関してもガチだというのを伝えたい。いや、ちゃんとやってれば別に信じなくていいっちゃいいんですよ。あ、そりゃそうですね。物陰隠れながらトイレしてますみたいな感じだったら見えてないからいいとかですか？音とかはないと。強制はあんま使わないですね。わかりました。全然違う企画で1回だけもうぜひ撮ってくれっていう男がいてその子は大自然でうんこするのが大好きで、それに対してすごい美学があって、それはもう本1冊分ぐらいの知識があって、これどうしてここでトイレすると意味があるかっていうのとかを言う人だったんですよね。そうなんですよ。だからジェル食べるって僕はオーディションダメなんですよ。あれされる要は理由がないから。まあそうですね。ジェル食べる理由があると放送できるし面白くなるんですよ。理由がな、確かにいるんですよ絶対、あのテレビって。お金とかは一切持ってかなくて大丈夫ですよ。どちらでも使わないですもんね。だって使う機会がないですもんね。そうなんですよ。いやなんか本当正直な話、給料が15日なんですけど、貯金があと1000円しかなくてやばくてちょっと借りれますか、もし必要だったらお願いします。14日かな、忘れます。わかりました。15日が給料日で、今15日が給料日で、1000円じゃないかもしれないです。今秘密どうしよう。いくらあるんですか？今さっきチャージしてしまいました。1000円しかないんですか？多分もうこの中の小銭で終わりですね。あ、600。何に使っちゃったんですか今月の給料？いやなんかもうこれ買っちゃったりだとか自分のせいなんですけど1週間ぐらいです。そうですね。100円ちょっとですね。電車代はあるんですね。電車代今チャージして、ああまあ1000円なんですけどあとは物を売ります、家にあるやつやっぱ結構お金ないんですね。いやいやそうです。いやでも自分が悪いです、使っちゃうんで、遊んだりだとか物欲しい、物欲とかがすごいんで、残り4万円だと思ってたんですよ、貯金が。したら4000円の間違いでゼロ1個足りなくて、それを気づいたのが4日前とかで、いや全然4日前あと4万もあるから全然大丈夫だと思って、その人友達と遊びに行っちゃって、でもう一回最後確認したんですよ貯金を。そしたら足りなくて今こういう状況になってるっていう。やばいですまあでも800円ありますもんね。1日100円ぐらい大丈夫です。駄菓子屋とかね、それこそねジェルとか飲んでテレビってどういうのが面白いとか視聴率上がるとか、どういうシーンとかなんですか？なるべく素が出た方が良かったりはします。ああなるほど。なるべく本気で頑張ってやって、はい、しんどいから泣きたい時は泣けばいいし笑いたい時は笑ってていいし10人のそれぞれのキャラクターがいるんで、ガチンコでやってくれれば何らか出てくると思うんですよ。自分が思ったこととか素直に言っててくれた方が、普通にそうですで普通に感じたこととか言わないでおくんじゃなくて、はい、言ってくれた方がいいんだと思います。普通に言います。今の時期って夜めちゃめちゃ寒いとかってあるんですか？寒いと思いますよ。山の上だと。暖房もないんですもんね。ないです。ああでも薪ストーブみたいなの自分で木を切っとけばなんですけど。その木だとかって。ノコギリもないし、落ちてるもの拾うとか、それかまた自分でなんかこういう尖らしたの作って切るとかって。はい周知なんで何してもいい、生きるためにって感じですよね。その虫殺しちゃってかわいそうだとかも別にテレビしょうがないですよ。なんか鳥殺すだとかもう食べる。尖らしてってあれ何を尖らせるつもりなんですか？まあなんか例えば落ちてた細長い棒とかがあったら鋭くしてプスみたいな、なんかそのよい子さんがよく魚刺してるみたいなじゃないですけど、あと考えてるのは石ころみたいなのでなんか。ピョンってやってなんか捕まえるのとかポンみたいなしてとか考えてます。あと網作ってこうしとくトライとこうなんかこういう壺みたいなのに入る習性ある魚どうのこうのとかでやってみようかなとか。物資で欲しいものってありますか？あ、その配給されるやつ。そうです。こういうのが来たら嬉しいなってのはありますか？ちっちゃいナイフだとか尖らすように、あと料理用の器具もないんで、でもやっぱり食べる系が絶対必要なんで塩と。お菓子で好きなもんって何が好きなの？お菓子じゃがりこです。なんか芋系の見られる職業の人ばっかりなんで、10人がその人たちがどうやってその中でこう美容みたいなことすんのか、頑張んのか、そう本当は取ったものでなんかできたら面白いんですけど。あでもカタツムリパックとかもあって、カタツムリじゃバーって捕まえてきてジューって顔つけてやってみようかなとか、ちょっともしチーズフォンデュが1個あったら。虫フォンデュしてみたり、その辺にある雑草キノコとかつけて食べたら美味しくなるのかなみたいな。まあそのビフォーアフター、そのつける前のまず食べてうえーみたいなのからのうまみたいな。お水しかないじゃないですか川にある、葉っぱとかでなんかもし紅茶できんなら作ってみたいなとか、野草紅茶とか。日課ってあるかな。いやだから結構携帯依存症なんでめちゃめちゃそれがきついと思います。それが多分一番きついです。甘いもの食べれない。携帯で何見てるんですか？ YouTube ですね。あ、そうなんですか。あとファンの人が多分めちゃめちゃ寂しがると思います。そこの10日間、 SNS が一切動かなくなるんで、そらちゃん何してんだろうじゃないけど、なんか割といつでも会えるみたいなアイドルなんですよ。1週間に4回は絶対会えるんです。最低でも劇場でライブがあるんで4日週4会えてたし、 SNS も動いてたし、ライブ配信もあったから距離近かったけど、なんか寂しいみたいな感じがありそう。古見空さんって本名なんですか？違うんですか？あ、全然違う芸名ですね。可愛い名字って検索して4番目に出てきたのを使いました。ありのままで います、はい、10日間。普通に。では書かせていただきます。暴れる感じ違う。感じ大体当たってます大体当たってますはい。初のね、そのなんていうんですか、こんな自分が目立てることないと思うんで、めちゃめちゃ暴れます。暴れて取れ高上げます視聴率上げます。くるみそらガンガチでいくんでよろしくお願いしますもう放送後にフォロワー超増えるみたいな感じで、なんか知名度が上がればいいなと思ってます。はい、すいません今日長々とありがとうございました。仮面持ってっていいんですか？サバイバルの時。大丈夫です。そんななんか最初登場してイエーイみたいな感じつけて撮るみたいな感じとか、はい、そんぐらいでいいんで、はい、はい、こうやって帰りますこうやってつけてこうやって隠して電車乗ってきたんですよそこにいつもつけてるんです。そうです。ライブ中にみんなつけてるんですか？みんなつけてます。そこに。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。まあまあやばいすごい浅い知識で語ってた。くるみさんの印象はどうですか？やばいっす。最終的に仮面つけようとしてたからな大体文字書くとその人出てくるな。前に出ちゃったの、名前が先に。すごい自己顕示欲の表れ。名前最初にすごい不安や。大丈夫かな。10人のうち4人が決まった。しかし彼女たちが向かうのは食材がほとんどない山奥。一体どうなってしまうのか。残る美女はあと6人。あーもうやだな。今日だいぶやめてきた。バイバイ。あんまり誰かといたくない真っ暗になる。でも結構みんなそんなに歩いてこなかったはず。そんな長くなかったよ。どうしよう、やばい。ナス D の大発掘ヤバいバーを探せ。次回もぜひご覧ください